テニスは、4歳頃からやっています。どんだけテニスやっていても新しいことが課題になるたびにそれを超えていって、それを超えるたびにまた新しい壁ができていってっていうのをずっと繰り返しているので、それを掘り続けていったらやっぱりずっとやってることになります。自分の目標は、今は県大会でベスト16に入ることが今の自分の目標です。はい、感謝してる人はお父さんです。やっぱり小さい頃から続けられてるのもお父さんがいろいろこのラケットやら道具やらのお金を出してくれたりしているのがとても感謝しています。中学校はクラブでしてました。なんかテレビでテニスのやつを見てやりたいと思って始めました。楽しかったことはラリーで相手からポイント取ったり勝ったりしたら楽しいです。今日は県大会で一つでも多く勝てる選手になりたいです。まあ先生たちです。テニスの指導だけでなく礼儀とかも教えていただいたからです。毎日笑顔で過ごせるような青春を送りたいです。僕たちにとってテニスとは人生。あっちどっちそっち ADS。